はい、赤松市、ここは弓崎町の宗恩寺さん、跡地になりますね。宗恩寺の入り口のところはですね、今の住宅街の角のところに、まあ、地図通り、姫路市の看板が出てますので、でそこから入ってください。で奥に行くとですね、いくつかこう道のように分かれるんですけど、左の街道を登るとここに出てきますね。右側でもいいんですけども、ここ全体がお寺の跡地のような感じになってるんで、石垣みたいなのもね、いくつかあるんですが、まあ、今歩いてるのがおそらく参道というか、一応この墓に対しては、道になってますんで、入ったら少し行って、電気場の柵が今ありますんでね、そこを上がって、階段がありますから、それを左手に道なりに行くと、もうこの白い看板が目に入りますんで、まあ、言わないと思います。徒歩 2,3 分でここに着きます。ここはね、前も写真だけ撮ってたんですけど、夕方になっちゃったんでね、また撮りに来ました。やはり今は3年ぶりでね、まあ、動画ということで、まあ、墓石群だけ残っていると、お寺の関係の建物はもう一切ないですね。でこちらに4基、赤松家の墓があります。ちょっと行きましょうか。まあ、立派な五輪塔と、後ろにもね、五輪塔小さいのありますよね。こちらは、和尚様の墓石もありますね。こちらがお寺側、まあ、こちらが赤松家の墓石と。はい、松庵寺は、赤松、義助が赤松家の菩提寺としてか、まあ、後にね、いろいろあるんですけど、赤松家もね、分裂がすごいですから、まあ、ここではちょっとお墓の紹介ということだけにします。春政公とその奥さんが左に2つ。そして、このお地蔵様を挟んで右側が、赤松家の当主の左側が、義助と、あれ義助ですよね。春政の五輪と、春政の、ね、妻五輪と、そうですね、戒名が入ってるんで、まあ、間違いないと思いますね。ちょっと確認しておきますか。そうですね、挟んで右がいいですね、合ってますね、義助ですね。はい、この同じ看板がですね、入り口にありますので、ちょっと住宅街なんで、特に交通量の多い道路から何も表札がないんですけど、まあ、これが若手ことですね。左の2基が赤松春政公ご夫妻、そして右側が赤松義助公という場所になります。はい、赤松市墓所松庵寺跡の墓石群。